式会社カモンのクリストファー・キーナ様よりお話しいただきます。お答えいただきます。キーナさんは1991年アメリカの大学院生の時に会社を立ち上げ、長野県上山田温泉の中心で開業されました。先端企業の案内人として日本企業と米国ヨーロッパの企業との交流をスムーズに展開するコンサルタントや大学の講師なども行っていらっしゃいます。ヨネストの関わりは1992年ブレード時代から26年間続いています。本日の講演は約1年前からエンセントエストカズの太田さんと生活に役立って家電のように操作が簡単なロボット作りに挑戦、まだ研究段階のことですが中間報告として本日講演していただきます。キーナさん、よろしくお願いいたします。こんにちは、キーナと申します。今日は私が話しさせていただくのは、部屋の後ろにある2台のブルーイローのロボットの話です。この2台のロボットは6軸アームのものです。イロー1と言います。イローは2年前、キックスターターでできたものですけれど、フランスの会社です。で、非常にペイロードは非常に軽いもの、300g だけですけれど、まあ、再現性は1ミリ、1ミリ単位で。で、内蔵されているのはラズベリーパイとアーディノです。で、ソフトウェア、3次元の、この3次元のパーツは、3D プリンターで、印刷されたものですから、それは全てオープンソースでオンラインに使います。このニロ社のロボットの、まあ、目的は教育、研究を主にですね。まあ、フランスは民主主義の国ですから、民主、ロボットの民主化と言われてるんですけれど、まあ、つまり大手企業しか持てないような時代じゃなくて、誰でもロボットを持てるような時代を想像しているんです。で、もう一つ、まあ、ヨーロッパで課題になっているインダストリー 4.0、 IoT を使って、まあ、工業、まあ、いろいろなものはやり直しましょうということです。まあ、6軸ですからベースに一つ、軸2はこちらになって、3はこちら、4、5、6です。ですから、ほぼ人間と同じような動き、手の動き、腕の動きができます。で、ツールは、まあ、簡単なものですけれど、これが全部 3D プリンティングのものですけれど、とりあえず標準のツールはこういうものがあります。で、その先ほどのベースの中に内蔵されているラズベリーパイと、その上に、まあ、ルイノベースのステッピングとサーボモーターのドライバーです。で、プログラミングは、まあ、単純のコマンドと学習モード、グラフィカル、Python、C++、まあ、人工知能も一応あります。それをちょっと簡単に説明しますと、まあ、これはパソコンの上でジョイントを書く軸をスライドできるようなものですけれど、あとツール部も開いたり、まあ、ツールの切り替えとかなんかができるし、で、裏にパネル接続できるんですから、いろいろセンサーとかなんかは接続できるから、それも操作できる。で、右側に3次元でリアルタイムでロボットの動きを見ることができます。で、学習モードは、まあ、人間がアームはこういうふうに動かしながら、ポイントを覚えさせるというプログラミングモードですね。ですから、まあ、このポイント、このポイント、このポイントというようにできるんですね。
リトラフィクルは例えばその学習モードでポイントは覚えさせて、さらにちょっと工夫してこういうふうにプログラムを組めるんですね。この場合は、コメントで ここに移動してください でグリッパーツールを閉めてください。で、ここで待ってください、この場合は0秒だから、今までのそのニロシャの経験の流れといいますと、去年の6月にキックスタートが終わった時で1台注文しまして、で今年の4月から手前にあるロボット、ごめんなさい、奥にあるロボット、少し背が高いロボットが届きました。で5月から7月テストとデモの開発して、で実はそのロボットはもう交渉しました。工場から、会社から一番最初に出来上がった、早めに送ってもらったロボットだからフランスからの長い旅で苦労したみたいですけれど、それで全部分解して、でなんとか自分でその組み立て方法を覚えて、で8月回復したんですけれど、10月に2台目手前にあるちょっと背が低いものを注文しました。で、今日はその後にね、去年先月にですね、手前の方はキットとしてもらったんですから、それは組み立てしました。で、あとちょっと組み立て手順をお見せいたします。この最初のテストとその組み立ての経験で3つの主に課題がありましたんですけれど、1つは組み立てのマニュアルは一切ありません。ですから YouTube でビデオがあります。で全然音声はなく、ただのこれからちょっとビデオで見せますが、歌は中に流れてるんですよ。だから翻訳問題はないですよ。フランス語ではないし、英語ではないし、日本語ではないです。彼らに楽か、そのビデオは本当に苦労です。ですから、繰り返し繰り返し見ながら、ここのネジですかね、というようなことですね。それは面白い経験でした。で、2番目の課題としては、3D プリントで不具合はどうしても出るんですね。私のあんまり経験がないんですけれど、多分印刷した時に一番下の表面はやりにくいんですね。でどうしてもこういうところに線のようなものが出るんですね。で例えばこの場合はファンのノイズ1台目あったんですから、それを切り取ったら問題なくなったんですね。あ、ポイントあります、すみません、ありがとうございます。それでもう一つこういうようなものがね、でこの場合は同じベースにあって、コンピューターあるところの引き出しみたいなものがあるんですけれど、どうしてもちょっと邪魔してたから削る必要があったんです。でもう一つの課題はサポート対応ですね。私は長年海外の製品を日本でサポートしてるんですけれど、一番30年前始めた時はインターネットもまだ普及してなくて、自分は電子メールは東京に電話かけてモデムでやってたんですから、時代はかなり変わってきて、今の時代は電話の対応もファックスの対応もメールの対応ほとんどないですね。ですからほとんどこの彼らのウェブサイトのボードで問題を質問として出して
で交代が来るという形ですね。で全てオープンですから誰でもメンバーじゃなくても読めるんです。もう一つはオープンソースですから GitHub というウェブサイトに全ての、ソースコードはアップされています。まあ、ステッパーモーターのドライバーとかロボットのコンピューターの本体のソフトと、こちらはその3次元 3D パーツのデザインですね。で私がいろいろそのデモの、まあ、3つのデモをこれで作ってありますが、これは全て YouTube にアップしました。この URL でご覧になったら見ることができるんです。一番目のデモは今日は一番多く背が高いロボットがやります。で、この残念ながらここの2番目 のデモは一番メーカーさんの方で反応があったのにちょっと今日はお見せできませんけれど、ぜひ YouTube でご覧になっていただければと思います。カード、バキューム の空気で吸うようなツールがありますが、それをいろんなものを持って運ぶというようなツールですね。で、最後に3番目は、その再現性のデモです。それは今日は2台目の方で、デモ。お見せいたします。であと2台目の組み立ても YouTube で一応2つのビデオアップしてますが、1つはその組み立て作業で、もう1つは実は最初にパワーアップした時はうまくいかなかったんですから、その解決のことですね。で今後、まあ目標としてはいろいろありますが、まあ、1人で今までやってきたんですから本当に全部できるかどうか不安ですけれど、まあ、一つは実用的なものをやりたいです。それはまだちょっといろいろ考えてます。で2番目としてはコラボレーションですから、人間とロボット、あるいはロボットの2台同時に何か一つの仕事をする。で、まあ、その時に外部センサーをつけたりして、その実際に環境にあるものによって動きが決まるようにしたいです。で3番目としてはその人工知能 のソフトが中に入ってるんですが、ので ROS というものなんですけれど、それをこれから勉強したいと思います。でまあ、今までは 3D プリントは、私は 3D プリンターは持ってないし、今まではちょっと困ったときは、日立HZS の、太田さんに頼んで印刷してもらったんですけれど、今日は白い部品が太田さんが印刷してくれたんですけれど、ここのようなものまで、ね、多分1日丸でかかると思いますけれど、まあちょっと。部品を壊し修理するとか中で自分で印刷してくださいという感じですから、ちょっと試してみたいと思います。5番目はツールはカスタムのものはちょっと作ってみたいと思います。で最後に、まあ、せっかくオープンソースですから、オープンソースはただソフトを使うということだけじゃなくて、ソフトも自分でちょっと一部作ったものを皆さんとシェアする感じですね。それもぜひ やらせてもらいたいと思います。ですから一人で本当に今まではカラオケみたいに誰ともなくて一人でマイクしてるから、ぜひ協力者、これから海外でも国内でも一緒にいろいろ作りたいと思っています。で、まあ、そこで実験するアイディアとか
調査するアイディアがあればぜひよろしくお願いします。まあ、今日は本当にエンティティデータと日立造船長野の HSS 長野と、まあ、ニロ社もいろいろお世話になりましてありがとうございます。最後にここに一応このプレゼンテーションは少し変わったんですので、ここの URL でプレゼンテーションとビデオも全て見ることができます。で最後にちょっとビデオを少しお見せしたいと思います。これは組み立てで実際に8時間をタイムラプスで4分よりも高い山です。
はい、まあ、なるべく悪いことをやるときにぶつけたり、なんか怒ったりするより、ちょっと、カズラはあんたはちょっともう少し頑張ってねと言ってるから、まあ、昔私、子供の頃、車私うちの母が買ったとき、名前つけたんですよ。ですから、いつもなんか、うちもまたねとか、今日ありがとうとか、そういうの。ゆかりのある山の名前で敬意を持ってロボットアメリも。